旧天竜林業高校で起きた生徒の調査書改ざんをめぐる贈収賄事件で有罪が確定した元校長が当時の対応に問題がなかったか再調査を求める請願書を県教育委員会に提出しましたこの事件は2006年元天竜市長の中谷良作さんが旧天竜林業高校に通っていた孫の成績の改ざんを 当時校長だった北川義信さんに依頼し、見返りに20万円を渡したとして、両者とも有罪が確定しています。しかし、2人は冤罪を主張し、最新裁判のやり直しを求めています。北川元校長は、成績の改ざんを教員らに指示したとして、刑事告発を行った県教育委員会に対し、当時の対応に問題がなかったか再調査を求める請願書を提出しました。 提出後の会見で北川さんは、県教委は何も根拠のないずさんな告発状を警察に提出した。中身が本当だったかということを再度見直してほしいと話しました。県教委は、請願書の取り扱いは今後検討するとコメントしています。